明日でお別れか。ねえ、私がここに来た時ってどんなだったの？すごく臆病でね、ケージの中でプルプル震えてたのよ。へえ。でもそんなところが可愛くて、私はさくらちゃんを譲り受けたのよ。あの時のさくらちゃんがまさかぼさにまるになっておばあちゃんと話してくれて社会に出たいなんて言い出すとはね。臆病なウサギのままの方が良かった？その方がずっと一緒に。さくらちゃん、自分にどんなことができるのか知りたいって言ってたでしょ。花さん、次に会う時にはさくらちゃんがどんなに立派になってるのか楽しみだわ。そこまで大きくはなってないと思う。 Just the way you are。 これはいろんな生き方をボサボサっと選び始めたアニマルたちの物語。ボサボサ動物ボサニマル。